今日はですね、ご馳走なんですけれど、真ん中のプレートの方は、ケーキ風になってます。来た、よかった。どっちがどっちですか？どっちがどっちだ？私からちょっと見えないですよ。お、ゆりちゃんが皆さんから見て右手の方ですね。棒ごと食べちゃう。ゆりちゃん、お誕生日おめでとう。ちょうどバッチリ今日が誕生日です。9歳。あの、こっち2013年の今日、彼女は生まれました。そうなんだ。ちっちゃかったゆりちゃんがあっという間に9歳です。これも2019年。前歳からちゃんと食べてくれてますね。葉っぱを食べる動物たちに与えるリーフィーターというね、フードをふやかして貼り付けてケーキ風にしています。あと表面の方にはスライスリンゴとキウイ2種類ですね。一番ケーキの上の方にかかっていた白い粉のようなものは、実はこれ粉ミルクになります。レッサーパンダさんたち、実は毎日粉ミルクもね、晩ご飯についてるんですね。なので今日はレッサーパンダさんが毎日食べてる、もしくは食べることができる食材を使ってちょっとね、ごちそうにしてみました。ジャイアントパンダ多くないこれ。